アークミニットマイクロケルビンイメージャーは、英国ケンブリッジのマラード電波店問題に設置されている電波望遠鏡である。これは、スモールアレイとラージアレイという、どちらも12から 18GHz で運用する、干渉系アレイで構成されており、宇宙マイクロ波背景放射の違法性を、ベリースモールアレイよりも高い分解能で画像化する、ことを主目的として設計されている。 短い機線のスモールアレイは10機の3.7メートルパラボラアンテナで構成され、一方、長い機線のラージアレイは8機の13メートルアンテナで構成されている。2機のアレイは基本的には同一性能の受信機とバックエンドの電子機器を持つ。このプロジェクトの主な目的は、スニア F ゼルドビッチ効果を通しての銀河団のサーベイを実施することである。網は さらに CMB の本来のパワースペクトルを非常に高い分解能で観測することを期待されている。ありがとうございます。